はい、どうも皆さん、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、いつもねこうやって撮影しててちょっとがなんていうか暗いなっていうのね、多分よく言ってると思うんですけど、だいぶね今カメラを変えたんで、今ソニーの α7III、というカメラで撮ってるんですけど、カメラを変えてだいぶマシには、なりましたね。で最近の、動画をね、見ていただいてたら、さらにねちょっと明るくなったなという感じをね多分思ってた方もいてると思うんですけど、実はね照明を買いました。照明ね、それのご紹介をしようと思います。それがね、こちらじゃん、これなバッテリーとかでね、何個か買ってるんで、これニーワーって読むんですかね、っていうメーカーさんの分です。で実際も使ってて、思ったところ、感想も含めてねご紹介をしようと思います。実はこれね、2つセットのやつを買って、もう1つはね今このカメラの後ろくらいで、もう つけてる状態になってるんでね、もう1個だけはね、いつもこっちのちょっと後ろ側のところからね最近照らしてやってたんですけど、それをねちょっと外してご紹介ということでね、やってみようかなと思います。まずねこういうケースにちゃんと入ってます。これよりもパッケージ何かあったかな、多分この状態でね届いたと思うんですよ。これで袋かなんかに入ってたと思うんですけど、でセットとしたらこれが2つね、のセットで本体ね、あとこういう台ね、上に載せる台で、これに関しては簡単にね、使う分、もう僕の場合は基本的に室内で、使うような感じ、こういう工程の撮影ねで使う分だけなんでいいですけど、頑丈かと言われたらちょっと怪しいかなっていうような感じもする、ちょっとチャッチさも感じるような、この台にはなってますけど、位置をついてます、ね。で、これ2段階かな。結構長くは伸びます。1段階、2段階、ね。で、この先っぽにつけるっていう感じなんですけど、やっぱり前回まで伸ばすと結構ね、やっぱりこう締め込んでもね、結構強度的に、しんどい感じにはなってくるんで、そんなにね、一応ついてくれてるのはね非常にありがたいんですけど、強度的には もしかしたら不満足な方もいてるかもわかんないです。僕に関しては一応、もう部屋の中で固定で置いてね、あんま持ち歩きすることも考えてないので、全然十分ね、十分の、ものが、ついてるっていうか、僕は満足してるっていう感じですね。こんな感じですね。結構ねこう足も広がって、室内なんであんまり足広げると邪魔なんですけどね、一応こんなんがついてます。で、本体なんですけどね、とりあえず説明書とかが、説明書のついてるものをご紹介しましょうか。なんかこんなやつね、これ何かな、挨拶文みたいですね。これ日本語こう書いてますけどね、挨拶文みたいなやつが入ってて、なんかこれも、これ入ってるやつね、紹介ということで部品のね、紹介、基本的に今から言うものが全部だと思いますけど、紹介ね。であと、マニュアルがついてます。マニュアルね。これは基本的に英語のマニュアルですね。英語のマニュアル。ね、こんな感じの英語のマニュアルになってます。ね、英語のマニュアル。で、本体開けていきましょう。本体はもう、といっても入ってるものは、そんなにね、あるわけではないので、キーボードに当たっちゃいましたね。とりあえず本体ですね。本体もう一回開けて使ってますけどね、こんな感じで、なんていうかな、これなんていうんかな、ちょっと僕も全然名前が全然分かってないですけど、こういうちょっと
光がね、なんていうかあんまりこっちに行かせたくない時とかに使うことやつがついてて、ね、であとあのここにねこれなんていうかな ディフューザーかな、なんかそんなことそんな名前のやつですよね、あの光をねあの柔らかくするやつ、あのまあプラスチックのプレートですよねが入ってます。外さなかな、こんな感じ、こんな感じ、ね、でこれが LED が660個、ついてるパターンのやつです、ね、このままやるとかなり明るすぎるんで、こういう風なあの前もねなんかね視聴者さんにお名前教えてもらうとディフューザーでよかったと思うんだけど、この光をなんかこう明るすぎるっていうか拡散させるようなやつ、ね、でなんかこうロックがここにあってこう止めるっていうね、感じです。でこれをなんかあの別売で色ついてるやつに変えたりもね、することができるみたいです。別売でなんか売ってるのは見ました、僕は買いませんでしたけどね、はい、こんなのがついてます。で、後ろ面ねちょっとこれちょっと簡易的に止めましょう、ね、で後ろ側、こんな感じです、ね、バッテリー、積むとこがあります。これはね他のやつでもね僕使ってるやつ、これどこのやつなのかな、これこれもこれまた違うやつや、型番が NP-F550 な、どこのメーカーのやつかな、もともとこれ社外品ですけど、ま、キャノンなのかな、あのどっかのカメラの、バッテリーなんですけど、それをね、搭載することができます。こんな感じでね、こんな感じ2本積むことができますね、当然あのバッテリーを使わずに AC で電源を供給してやることもできます。今ちょっと1回なぜか Siri が反応してますね、向こうでよいしょね、こんな感じです。で一応ここにスイッチがあって、こっちの1本線の方は AC の方の電源供給、2本線がこっちのバッテリーからの電源供給っていう形になってます。ちょっと遠い、もう一回いきましょう、バッテリーの方からね、こんな感じですね。で上の方の、まあ、これバッテリーの残量になってますけど、上の方がこれがこの光の明るさね、パーセンテージをここでこういう風に変えることができて、もう一個が色のね、色温度ですね、まあこれちょっと向こうに当ててやってますけど、これが白側に振った分ですね。でだんだんとオレンジがかった色になっていきます。こういう風にね、変えることができます。色温度ね、320ケルビンから、ケルビンでよかったかなね、5600ケルビンかな、で、この明るさの色温度、変えることができます。でもう一個ね、この CH って書いてるところちょっと後でね、ご紹介しようとは思います。ちょっと今置いときますね、はい、よいしょ。でとりあえずよいしょ、入ってるもの、あとはもう AC アダプターね、これだけ、これだけが入ってます。まあだから今回はもうバッテリーでね、紹介するだけなので、バッテリーでちょっと紹介をしようと思いますけど、ちょっとね持ちながらやるのしんどいから、この台につけましょうか、ね、あとねもう一個入ってるんですよ、リモコンがね実はねあるんです、リモコンがよっ、ちょっとこれで、ね、よいしょ、ちょっとネジを緩めてポッと入れた、これあそうそう、このね積み方としてはこういう風に縦にこうやって積むか、よっだ、この状態だと結局この下向きがねあんまりできないですね、下向きがね、当然ね下向きがで、下向きにやりたい場合はちょっと危な、ここに穴が開いてるんで、こいつをこうやってね、やってあげると角度がつき
ね、こういうふうに角度をつけることができます。こんな感じでね、ちょっと低いのよ、こういう感じ、ね、こういう感じ、こんな感じ ね、 ね。ただまあ不安定にはなるんで、どうなのかな、下向きにね、高いとこからこう下向きに行きたい場合は、こういうセッティングでね行く必要がありますよね、はい。でちょっとまた話がずれちゃいましたけど、あのこれは見にくいんやな、あのリモコンがね、リモコン付きを買ったんですよ。ちょっと待ってね、よこれでここをクリクリと、ね、止めてね。で、リモコン付きを買ったんですけど、これまず電源入れますよね。よ、うん、じゃあこっちやね、ね。でこいつがリモコンです、こいつね、こいつリモコンで、これね電源入れるとこういう風にね、あのここでもう明るさとかも全部決めれるようにね、なってます。ここで押したら今明るくなりましたね、あこれ色温度なのかな、こっちはね、ここで全部決めれるようになってます、明るさね、こういう風にね。で今ね実は2灯あるって言いましたね、奥の方にね、今もう使って設置して使ってる分、これチャンネル88ってなってるんですよ、見えますかね。でこっちのやつチャンネル0ってなってるんですよ、これ見えます ?0 ね。で0ってなってたら、なんていうかな、88番にしてたら多分全部のやつがなるんですよね、ちょっと言ってる意味がわからんな。まあ、こっちのチャンネルをちょっとまず変えてみましょう。ごめんなさい。このメモリーボタンをずっと長押しすると、今これピカピカ光ってるの分かります？光って確か下かな。あ、これ変わってますよね。2とか。見えます？ 3 とか。2にしましょうか。ね。チャンネルを2チャンネルにして、これもう一回押すんやったかな。あ、ちょっと置いといたらなのかな。うん。ね。で、2チャンネルで確定したんですけど、これでね、あ、やっぱ80、リモコンの方88にしたら全部のチャンネルで、これ照明の明るさとか全部聞くんですけど、ここでメモリーボタンを押して、あ、こっちね、これメモリーボタンを押してチャンネルをね、変えてあげると、例えばさっき2番にあったんで、2番にやるとこいつだけ、ね、これ今設定したこいつだけを調整することができます。ちょっとん、どっちが明るさかな、こっちか、あれ2チャンネル、あれ2チャンネル、あ、ごめんなさい、5チャンネルなってるわ、5チャンネルなってる、ちょっと画面で見ながらやってたんで、 5チャンネルね、5チャンネル、こっち 5チャンネルなってるね。これで、明るさを、あ、ほら、ね、これで完全にオフまでできます。ゼロまでね。こんな感じで。10% 置きかな。10%、20%。ね、こんな感じで上がっていきます。ずーっとね。はい。で、100% まで。で色温度もここで全部ね、変えることができます。で、今、奥に置いてる分は、チャンネルが0になってるんで、0っていうのはね、確かないんですよ、うん、1チャンネル1から10までで、その上が88なんですよ。で88にするともう全部だ、0番のやつも、こっちの5番のやつもどっちも動いちゃいますね、こうやって。でこんな感じで調整ができますね。ちょっとこれどっかしましょう。明るさについてはね、どうかな、あんまりちょっとなんていうか、どのくらい変わってるのか分かんないけど、今もうすごい近いところでねこいつつけちゃってるんで、ね、ちょっと5番の方を威力弱めてみましょうか、ね、はい、今 20% くらいまで落としましたけど、どうでしょう、こんな感じでね、はい。でこのリモコンがねすごい便利ですね、このリモコンついてるやつとついてないやつが、あるんですけど、
そこまでね、値段差変わらんのじゃないかな、多分。ライトキット、ちょっと今見てるんですけど、あ、多分ね、2000円くらいしか違わないんで、もしね、問題なければリモコン付き買った方が使え、後々使いやすいんじゃないかなと思いました、僕はね。はい。で、こちらね、お値段が、今僕が買ったこの2つセットで AC アダプターも全部ついてて、カバンもついてて、リモコンもついててっていうセットで、今 Amazon 見たら 22,999円、23,000円で、売ってますね。これ3つセットっていうのもあって、3つセットだとね、あ、でもリモコンついてないのかな。あ、一応ね、リモコンがセットで入ってるのはこの2等ね、2等セットの分だけみたいなんで、まあ別売でも売ってるとは思うんですけどね、こいつね。まあもしよかったら2等セットで買って、まだ必要であればね、継ぎ足しで買うっていうのもいけると思うんで、まあそこら辺はね、もしよかったら、まあ撮影どういう風にしてるかっていうのよってね、考えてもらったらいいかなと思うんですけどね。はい。で、僕もまあいろいろね、こう試しながらやってるんで、まあ何がベストなのか、実際ね、今モニター見てみたら、このすごい近いところに置いてるんですけど、このくらいでもね、いいのかなと思ったりしながら、いつももうちょっと遠いところに置いてるんですよね。まあどうなのかなと思いながらね、いつもこう編集してる時にやっとこう見てね、ああよかったなとか、失敗だったなとかね、よかったなとかね、こう、まあ、いつもブツブツ言いながら、編集作業はしてるんですけど、まあでも照明ね、明るくしてからやっぱりいいなと思うようになりましたね。どうしてもカメラだけで頼ってしまうと、ISO 感度が上がってね、ちょっとやっぱりノイズがね、結構入ったりとか、まあ、したりしてたんでね、やっぱりこう、なんていうか、照明って大事だなと改めてね、思ってる今日この頃です。はい。で、詳しい内容は商品の方については、概要欄ね、見てもらったら Amazon リンク貼っときますんで、そちらの方でね、見ていただけたらと思います。まあ、機能的にはそんなにね、多機能っていうか、いっぱい機能があるものではないんですけどね、地味に、すごくやっぱりあるのとないのでね、違うものなんで、まあ参考にしていただけたらなと思います。明るさとかも参考になるのかな。でも明るさとかはちょっとね、あんまりそこまで参考にならないと思うんですけどね。これマックスですよね。ここがマックスね。なんかすっごい影が出るんでね。はい。どうでしょうね。はい。まあ、ということで、またね、本当にね、なんかね、ネタがコロコロ変わっちゃって、本当に申し訳ないんですけど、なんか最近はちょっとバイクネタがね、多くなってる気はしますけど、まあ、いろいろやっていきますんで、ぜひぜひね、よろしくお願いいたします。はい。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。